E13 型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、特殊攻撃機、精卵2機を搭載する潜水空母である、純潜航型改めにとも言われる。イ4 0 0型潜水艦の計画縮小に伴い、純潜航型潜水艦として建造していた e 級型と、ほぼ同型の航型を、イ4 0 0型の一部代替として、途中から改装された。 すなわち飛行機格納庫、射出機、クレーンなどが攻撃機、セーラム搭載可能なように装備された。この重量増加のためバルジが追加され、高型仕様と比べて速度でやや劣り、航続力はかなりました。E13 型は特殊攻撃機、セーラムを2機搭載する仕様である。以、e、後第13潜水艦と以、e、後第14潜水艦、以、e、後第15潜水艦、 以後第一潜水艦の4隻が着工されたが、1船と1 5船は未成であった。1944年から配備開始。以後第13潜水艦は消息不明となったが、以後第14潜水艦は終戦まで残存した。建造はすべて川崎重工。四0 0型潜水艦の関西規制欄が昭和東南海地震と本土空襲で完成が遅れ。 ウルシー白地の在白艦船への米機動部隊への攻撃が1945年6月12日頃決定された。作戦参加艦は第1潜水隊に編入された。部隊は以後第400潜水艦と以後第401潜水艦が攻撃部隊となり以後第13潜水艦、以後第14潜水艦は先行して偵察用の 艦上偵察機採運をトラック島に輸送することとされた。これが、両艦の参加した唯一の作戦であった。厳重な米軍の紹介戦で、7月16日に米護衛空母の艦載機と水上部隊によって E13 戦は撃沈された。しかし、以後第58潜水艦のインディアナポリス撃沈後一層厳重となった米軍の紹介戦を抜け、E14 号戦は、 輸送に成功し、トラックに入港。再運を陸揚げし、作戦は成功した。しかし、終戦により、第一潜水隊攻撃部隊の8月17日予定の攻撃は、ポツダム宣言受諾の急戦により、直前に電信で作戦中止。E14 戦はトラックより日本への帰途1945年8月27日に、米区地区間無イに打破された。 ありがとうございます。